はい、こんにちは。こんばんは、竹内です。ということで、竹田寺怖い話の回となるわけなんですが、今回はですね、僕の記憶している中で、僕の中では一、すごく怖い思いをしたなっていう話になります。で、まあ僕20代の頃過ごしてたアパートがあって、まあ水商売時代もそこで過ごして、で、独立してからもね、そこをまあ事務所として使ってたんですけど、まあそこで経験したお話になるんですが、まあ、そのアパート1階で、 で、アパートの裏には、まあ、砂利が引いてあって、で、草木があって、なんか岩とかもあってね、で、ちょっとそこから奥にどんどん生えていくと、大家さんの家の庭につながるっていう、ちょっと変わった場所のね、えー、感じだったんですよ。で、まあ、夜中になると、まあ、その砂利を歩く音が聞こえるんですよ。 まあ、それでも、まあ、野良猫がね、歩いてる可能性が高いという感じだと思いますし、まあ、霊的なことじゃないと僕も思ってましたが、まあ、あの、ホラー映画とか見てからね、一人で夜寝てる時に、ジャリジャリジャリって聞くるとやっぱ怖くて怖くて、仕方ないような場所だったんですよ。で、まあ、そんなアパートで、まあ、ちっちゃい不思議としてよく起こったのが、僕当時 UFO キャッチャー好きでいっぱいぬいぐるみ取ってね、飾ってたんですけど、それがね、ふと見るとね、全然あの、向きが変わっていたりとか、 あとは、ま、テレビのチャンネルが勝手に変わったりとかで。そんなことはね、ちょこちょこあったんですよ。でまたある日なんですけど、まあ、部屋の整理してね、あの、座り込んでいろいろ、ま、物とかを、えー、これどうしよう、これどうしようってやってたらですね、まあ、僕しかいないのに、この、僕の後頭部に何かがこう、スパーンって当たったんですよ。でいてっと思って、で、まあ、振り返ったら、その、ちょうどね、その、 僕の頭に当たったのであろう、ハンガーがね、落下していく光景をね、目にするなんてこともありました。誰かが僕の頭にハンガーを投げつけたと。でも誰もいないというようなこともあったりしたんですよ。で、まあ、そんなアパートなんですけど、まあ、引っ越しするぞってことになって。で、引っ越しをまあ、二日前に控えた夜の話なんですが、ドアをですね、ガリ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 、ガリ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 、爪でね、引っかくような音がするんですよ。で、わ、なんだよ、誰だよ、と。 で、まあ、そっと歩いてですね、覗き穴のを見るんですけど、まあ、誰もいない。でも、ドア開ける勇気はなかったんですよ。なぜなら、死角になっている場所、そこにね、頭のおかしい奴でもいてた、例えば刃物でも持ってたらもう終わりじゃないですか。で、怖くてどうするでも出れねえぞと。玄関に変な奴いるかもしれないぞと。で、まあ、そこからね、近所に住んでたいとこに電話をして、まあ、事情を話して、 ね外からね、ドアの前を見てくれと。で、うちのその住んでたアパートってそのい101号室だったんですよ。だからもうマンション入ってそのまま曲がることなくそのもう突き当たったところが僕の部屋だったんで。なので、まああの、外からね、遠目からでも見えるということで、まあそこまで来てくれと。うん。で、まあ10分後ぐらいにどこからね、電話があって、まあ携帯が鳴って、いや誰もいないよって。 言うんですけど、その間もね、ずっとそのガリガリガリ、ガリガリガリって音がね、鳴り続いてるんですよ。なので、ちょっともう部屋まで来てくれと。いいとこにお願いをして。すると、まあ、インターホンが鳴って、で、まあ、部屋にちょっと入ってって言って。ね、入ってもまだ鳴ってるんで、じゃこれ聞こえるでしょうって。何これ。おかしいじゃん。で、やばいんじゃない。もう、とにかく一回、家これ出た方がいいよ。っていうことになって、家から出て、 出たた瞬間すすぐ気づいたんですその音が部屋の中から鳴ってるんですよね。で、いとこと2人で固まって、おい、部屋の中から鳴ってるぞ。やばいって、まあ。そんな話をしているとですね、このマンションの上のフロア、だから2階ですよね。何かね、重いもの。イメージ的にはですよ、サンドバッグのようなね、ああいう形状のもの、ズ、ま、タ、あ、袋とか。 あれをね、ズルズルと引きずるような音と足音がね、カン、カンって聞こえてるんですよ。で、まあ、一言固まってですね、えって思ってると、その音がだんだん近づいてきて、今度階段をね、トンって足音が降りたんです。また階段をトンって足音が降りる。ゆっくりゆっくり一段降りる足音。でそこから少し遅れるように、その引きずっている何か重いものが一段落ちるドンって音。 これがね、交互に近づいてきたんですよ。で、これも絶対やばいと。あと何段か降りたらそいつが出てくる。で、そう思った僕たちね、全力で走って逃げたんですよ。で、えー、その日はね、いとこの家に泊まったんですけど、まあ、引っ越しを控えているのでね、僕結局行かなきゃいけないんですよ。で、まあ、怖いから、まあ、昼に、まあ、いとこ連れて行って、荷造り手伝ってもらって、で、まだいとこの家に泊まると。 で、翌日が引っ越し当日となるんですけど、まあ、業者さんにね、いろいろと運んでいただいている中で、まあ、作業中にその業者さんがね、あーって声出したんですよ。え、何ですかみたいな感じで。で、見に行くと、冷蔵庫の裏から、真新しいお札が出てきたんですよ。古いお札じゃないんですよね。昨日今日そこに入れたんじゃないのっていうぐらいのピカピカのお札が、 冷蔵庫の裏から出てきたんですよ。さすがに業者さんに破棄してもらうわけにもいかないし、まあ、近所のお寺に持ってってまあ供養してもらったんですけど、まあ、因果関係は全くわからないんですが、なぜ真新しいお札が冷蔵庫の裏から出てきたのか。まあ、それは今でもわからないままで、でこの話にね、その明確なオチっていうものもないんですけど、本当に不思議だなと思って、でもちろん家に誰かがね、その間来ていることもあったと。 うん、ただあのお札の真新しさから考えるとじゃあお長く見積もっても数ヶ月23ヶ月って,とってとこだと思うんですよねそこに入れられたのがまあもしかしたらその中にねその期間に僕ん家に遊びに来た誰かがいたずらをして入れてったと引っ越すっていう話もしていたんで引っ越しの時に驚かしてやろうと思ってそこにお札を買ってきて投げ込んだかもしれませんがまあその結果としてそのお札の神様が 起こっていたということなのかもしれません、はい。というようなね、話をさせていただいたんですけど、まあ、そのアパートね、あのずっと住んでたんですよ、はい。20代を過ごしたって最初に言いましたけど、もう10代、1桁台もの頃も過ごしてまして、あのまあ、詳しく話すとですね、そこにまあ僕とおばあちゃんが住んでたんです。でそのワンブロック横に新築のマンションが建って、そこにまあうちのまあ家族全員、 で,引っ越したんですねでもそのアパートというのはうちのおばあちゃんはなんかもう自分の隠れ家みたいな感じでずっと借りてたんですよ安かったですしうんで僕はそこちょこちょこね友達の溜まり場に使うこともあったっていうのは10代の頃ででそれからですねまああの家から出ようってなった時にまあその時にもうおばあちゃんがちょっと倒れたりしたのでまあ、そこじゃ俺が引き継ぐよっていうことでまあそのまま住んだんですようん なんで、すんごい古いんですよ。でも、綺麗なんですけどね、古い割には。うん。です。結構思い出がある場所だったりするんですけど、まあ、そのアパートで言、えー、うとですね、僕があの、小学校の頃にあの、コックリさんが流行って、で、あの、小学校の頃に学校でコックリさんをやったんですよ。で、その日の夜に、あの、僕、覚えてないんですけど、うちのおばあちゃんがもう、もう、激怒してたのが、 僕が夜中に急にムクッと布団の上に正座して、自分の右腕をガブ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 噛みついてると。で、目がつり上がって狐みたいになってたと。で、あんた何かし何したのって言われたんですよね。で、いや、コックリさんやったんだよねっていう話があったりなんかもして、それもその場所だったんですけど、ええー、まあそんなようなこともね、ちょこちょこあったりしたんですよ。まあそれはその場所っていうか僕が招いてしまったね、あの、若気のイタリー、<laughs> 若気のコックリさんだと思うんですが、 まあでもね、今もそこまだ立ってますけども、じゃあ地区何十年になるんだろう、40年近くなってるのかな、という感じですね。車で前とか通るとまだでもね、綺麗、不思議と綺麗なんですよね。うーん、なんか、だからなんか機会があれば僕、そこの部屋が空いたら一回なんか借りて、なんかね、そこをなんかちょっと、 もう一個の事務所にしてみてもいいかななんて思ってたりするんですけど、僕はあんまりね、新しいところに変わっていくの嫌で、嫌なタイプなんですよね。うん。あんま引っ越しも好きじゃなくて、ずっと実は同じ場所にいたいタイプだったりするんですけど、まあ最終的に僕の原点がそこになったりするはずなので、ね、一回そこに行って、何かね、そこで何かいろんなアイディアとか出てきたら面白いななんていうことをね、思ったりもしているんで、まあもし帰る機会があれば。うん。そしてまたそこであのガリガリ音が鳴ったとしたら、お札が原因ではなかったと。 いうことになりますよねはいまあそんな感じでね今回も竹ラジ、竹津辺の竹ラジ、竹内がお話しさせていただきましたがまああのそうですねこんな不思議な話もあるよっていうような、えー、話を、えー、たまにさせていただいておりますのでまあ,あの気になる方はね今後も聞いてもらえたら嬉しいなと思いますということで竹内でしたさようなら。